します。はい。じゃあ、名古屋劇アーカイブの稽古場リポートをですね、今回、劇団人見知りさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、今回はなんですけど、2月の24日から27日で本公演されるんですよね。第2回。はい。わかりました。ちょっとまず、公演のことを聞きたいんですけど、ちょっともしかすると劇団さんのこと知らない方もおられると思うので、ちょっとどんな劇団かっていうのを教えてもらえますか？はい、ざっくりで。はい。劇団人見知りという団体がこの世にはありまして、そこの主催をやってます、岩井俊和と、あとこの、もう一人のあ、両方メガネだ。女性でメガネをかけてる方の方が、副主催の三田穂奈美といって、二人で基本メインでやってます。最近はい。劇団員がちょっと増えました。基本、毎回作風がちょっとずつ変わったりしながら、しっくりくるものを模索しつつ、今日は軽く生きてます。はい、頑張ってます。公演のことですね、お伺いしようと思ってるんですけど、ちょっと今ちょうどお二人の背景が、なんかチラシですよね、これね。はい。これって、なんかこうやってパッと見ると2つあるみたいに見えるんですけど、これは1公演で2つされるってことですか？今回は1ステージの中でこの2つの演目をやるので、このちょっとすごく宗教ガチックな作品の後に、こちらのピンクのポップで可愛い感じの作品を上演します。じゃあ短編が2つあるようなイメージそうなんでですすね。かね。短編が2つある形ですね。片方ずつで35分と35分ぐらいで、まあ、約70分ぐらいの公演になるように。なので、短編集というところなんかすごく、少ないかもしれないって感じるかもしれないんですが、ある程度ちゃんと、量はありますので、皆さん、ご安心して、ぜひ劇場に来てください。三田さんは今回どちらの作品に出られるんでしょうか？私は今回はこの私の背景ではなく、主催の後ろの背景になってる方に出演させていただきます。こちらの方で、はい。答えられる範囲で構わないので、どんな感じの作品なんですかね、そちらの方は。そうですね。どちらかというと、なんていうんですか、劇画チックな、ちょっと最近ではあんまり見ない、そうですね。あんまりこう現代とかではなく、どちらかというと劇画チックに、主催とも演出中に、まるで宝塚とか、東宝ミュージカルみたい東宝ミュな、ージカルみたいなやつをイメージして演技するようにっていう演技指導が入るぐらいな感じです。たまに家でゴロゴロしてる時に流れる東宝とかのミュージカルの CM みたいな、この後戦火に巻き込まれるんだろうなっていう感じの、ああいうノリのものです。どちらかというと、ベルバラ。ベルバラ、そっちな感じなのね。うちの副主催が実はこの子なんですけど、それで母とこの2人がいて、でそこに弟もいて、3人がそういったこう宗教戦争というか戦火に巻き込まれたところからこう逃げ延びてどう生きていくかっていうような、そういったお話になってます。じゃあ、こちらもちょっとどんな感じのものか教えてもらえますか？ですね。岩井が話します。こちらのクローズドクエスチョンというのは、よくある普遍的な、着たい、可愛いお洋服とかって街中にいっぱいあるじゃないですか。そういったものを確かに着たいなっていう気持ちはあるんですけども、実際に自分に当ててみると、そこまでしっくり来ないっていう、お洋服ならではの悩みといいますか、そういった部分からちょっとずつ広げていって、各々一主人公の、今回のこのクローズドクエスチョンのチラシの真ん中にいる女の子が、どう感じて生きているかっていうお話になってます。なんか岩井君って普段どんな演出されるかって、なんかちょっと、いや、稽古場だとどんな感じなのかなって、ちょっともしよかったら教えてください。そうですね。分かってるわね。基本的には、この感じですね。いつもどう、この今ご覧になっている感じが、もうそのままですね。岩井の手数でしかできない感性とかも結構あって、岩井俊和以外だと、ここまでこう、
結構なんかそうはならんやろみたいな発想が多くて。じゃあ、最後にちょっと見どころだったりとか、あと最初にちょっとご紹介しましたけど、あと、場所とかね、金額とか、その辺のところ、ちょっと最後にちょっと岩井君の方からお願いできますか。はい、劇団人見知り第2回公演セラビー、このセラビーっていうのは、まあ、それが人生さっていうような気持ちで見ていただきたいと思って名付けました。場所は円頓寺商店街にございます、円頓寺レピリエという家屋のような劇場なんですけど、とても素敵な雰囲気なので、今回その2つの作品がうまく融合したらいいなと思っております。料金は一般の方が2,500円、そして学生さんが2,000円です。来週が本番なので、ぜひ皆様来ていただけたら、祝いとしかず泣いて喜びます。副主催もきっと泣いて喜びます。ぜひぜひぜひご検討ください。お願いします。そうですね、もう見どころはとにかくクローズドクエスチョンは、まあ多分誰しも一回は考えたことのあるこう悩みというか、こう昔思ったことはあるけどもう忘れてしまったような、そういったこう悩みとか不安とかをうまく表現できてるなというのは、役者として見てても思いますので、こうぜひ共感してただけたらなというのが、気持ちの上です。所要の方はぜひ楽しんで見ていただければなと思います。なんかこう修行がと言いますが、まあ、どちらかというとこう全力で楽しんで、役者の主役人で主演である私もすごく楽しんで演出稽古本番を迎えると思うので、ぜひ楽しんで気軽な気持ちで見ていただけたらなと思います。また今までとは違う人見知りをぜひ見に来てください。お願いします。します。はい、じゃあ今日はお時間いただいてありがとうございます。じゃあはい、今回劇団人見知りさんですね、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。